前期を勝ち越しで折り返したい福島 FC にとって大事なこの試合、会場には今シーズンのホームゲーム一番の5000人近いサポーターが訪れました。右から左に攻める青いユニフォーム福島 FC は前半28分、前に上がった浮き球から先制点のチャンス。真ん中、これがパスが通りません。そして戻したボール、竹原、さあチャンスだった、シュート打った、どうだ、入るか、惜しい、左のパスト与えられたな。また後半3分にはペナルティーエリアの中で間接フリーキックを得ます。間接フリーキックです。さあどうだ、押した、壊れたボール、シュートが混戦から、しかしこれは壁に阻まれます。逆に後半9分11分にはピンチの連続、さらに後半12分には絶好の位置でフリーキックを与えてしまいます。さあ今度はクリアできるか、さあボールを折り返す、シュートか、ポストに当たった。お互いに決定的なチャンスを生かせず0対0のまま迎えた後半29分。そして今度はロングシュートが6番の薄井が1人かわして、シュート、どうだ、入るか、入った、ゴール、ゴール、薄井の先制ゴール。薄井選手、元全日本代表ゴールキーパー松永の壁を破りました。しかしこのままでは終われないブランメルはロスタイムにコーナーキックのチャンス。ボールが来る、ヘディングシュート、キーパー弾いた。東北決戦は1対0で福島 FC がブランメル仙台を下しました。無我夢中で、正直僕もどういう風にシュート打ったのかと覚えてないんですよね。だから皆さんのテレビ見ます。ということでしたが、薄井選手見ていただけましたでしょうかね。ということで1対0と本当に選手も抱き合って喜んでいたんですが、人一倍感動していたのは福島県いわき市の湯本高校出身、今シーズン初スタメンとなったこの人ではなかったでしょうか。昨日スタメンに使うと言われてすごい緊張して、昨日の夜からも緊張してたんですけど、やっぱピッチに入っても緊張して、一つ一つのプレーがまだ正確にできなかったですね。というものの、背番号24番毛上選手、オーバーラップを見せたり、果敢にボールに食らいついたり、ロングスローを入れるなど力のあるプレーが光っていました。はい、毛上選手初スタメンフル出場ということで、試合終了の時には感激の涙を流していました。でもこういった地元選手の活躍というのは福島県のサッカー少年たちにも希望を与えますので、ぜひ頑張ってほしいと思います。そしてその福島 FC なんですが、来週の火曜日15日、敵地に乗り込んで神奈川の川崎フロンターレとの対戦があります。